がつけば鉄の部屋、気がつけば鉄の風、獣のような手足、鉛のような鼓動、気がつけば地の果て、気がつけば海の底、空の隅ビルの谷、終わりなき戦い、目の前にうろたえた怪物が映り込む仮面の奥、覗くのは続く絶望、儚い希望、なぜ俺でなければならなかった、痛みはどこに消えゆく、風を受けてマシンを走らせる、その先に待つ終止符は何だ、自由はそこにあるか、生まれた意味など考える間もなく追い続けた、記憶は全て書き消されたまま、純粋に拳をぶつけ合った、目覚めれば止まらない、僕が押し寄せた、解き放つ魂は真の定めをもたらしていた、なぜ俺でなければならないのか、力は意味を求める、守るために受け継いだ思いは正義を振るう礎となった、答えはそこにあるか、変わるたびに辛さ見せるあなたを、弱いと思ってた、いつしかそれが誰かの幸せになると覚悟を決めて強くなっていた、していた、なければならなかった、痛みはどこへ消えゆく、なぜ俺でなければならないのか、力は意味を求める、あの海を赤く染めようとする奴らを許せなかった、
殺されてんのかおめえ、葬式してんのかおめえ。どうも、黒津淳の自演堂です。いつも見ていただいてありがとうございます。新企画、勝手に主題歌。文字通り、主題歌がない作品、もしくはまだ決まっていない作品、主題歌があっても、自分が作りたいなと思ったら勝手に作ってしまうという、新企画でございます。記念すべき第1回は、もう後ろのタペストリーでもね、お分かりになると思いますけども、新仮面ライダー。本当は公開前に作って発表したかったんですけども、まんまと公開後どころか、映画鑑賞後になってしまいました。去年の6月からまあ勝手に作り出してですね、割とメロディーはですね、曲の方は割とすぐできたんですけど、歌詞がね、もともと歌詞が苦手っていうのもあるんですけど、やっぱりこういうありものの作品のね、歌詞ってなると余計に気を使いましてね、こんなに時間がかかってしまいました。やっぱり昔から仮面ライダーが大好きで、公開前はね、自分の中にある知識でね、こう歌詞をね、書いてたんですけど、やっぱり実際映画見たらね、だいぶ書き直しをすることになりましてね、その点がだいぶ苦労しました。ちなみに、シン・ウルトラマンも見に行ったんですが、こちらはですね、米津玄師の M87 っていう曲が主題歌だったんですね。で、新仮面ライダーは一体どんな主題歌なのかなと思って映画見に行ったらですね、特に新しく主題歌らしい主題歌を作ったっていうことはなくて、昔のね、テレビでやってたレッツゴーライダーキックとか、そういう曲が流れたりしてて、サントラはありましたけど、特に今回主題歌決まってないんですよね。ですので、公開後ですけど、新ウルトラマンは米津玄師、新仮面ライダーは黒津淳でね、ちょっとまあ、漢字とひらがな混じりますけど、二文字違いということでね、ぜひ、よろしくお願いいたします。映画の感想とかはね、そういうの語ってらっしゃる YouTuber の方がいっぱいいるので、そちらを見てください。そういうわけで全く内容に触れずに、お届けしましたけれども、また気まぐれにね、主題歌なんか、ちょっとこの映画の曲とか作ってみたいなとか、ドラマの曲とか、アニメの曲とか作ってみたいなと思ったら、勝手に主題歌作ってしまいますので、一つよろしくお願いいたします。それではまた。もし嫌いでなければ